ヘイヨー、ケンツメシです。はい、というわけでね、今日の動画はですね、こちらの今ね携帯落としちゃったんですけど、デッキになります。ネクロがね強いんじゃねっていう、マジで最近コウモリ、ヤギゴブ、ギャングらへんがね悪さをしているということで、まあ、ネクロマンスは強いんじゃねってことで、まあ、ウィザードでもいいと思うんですけど、まあ、ネクロマンスをね使っていきたいと思います。というわけで負けちゃっていくんですけども、今日ね、これよ。ローリングバーバリアンチャレンジがあって、それやりたいんですけど、大阪オフ会がですね、非公式の大阪クララオフ会がですね、明日ありまして、それのね、自分司会進行なんで、その前乗りで今日から行くんですよね。なんで今し、多分この動画出してる時は新幹線に行くと思うんで、カードをゲットしていても、その動画とかは、まあ明日以降になるかなと思います。夜ね、二席用の家に泊めてもらって、まあそこで動画撮ったりね、できるかなって感じなんで、まあ生放送とかはできたらいいなって感じですし、まあローリングバーバリアンね、うまく使っていきたいですね。マジで、見た感じローリングバーバリアンめっちゃ強いですね。ウッドとディガーが組み合わさった感じなんで、防衛でめっちゃ仕事するかなって感じですね。さあ、まずは、初手ラグから始まって、マジックアーチャーか。で、これいつもベビドラにしてるところを、ベビドラにしてるところを、ネクロにしました。ここのさ、なんかさ、出すカードがねえよっていう、あれね。処理してくれ。あー、しぶとい。しぶてー。マジックアーチャー強くはないけど、鬱陶しいよね。いたら鬱陶しい。厄介なんで、もうトルネで引きつけて処理しておきましょう。オッケー、まあ、立ち回りは一緒ですね、基本。2倍タイム入るまではゴール出さずに、それ以外で回していくって感じだね。うん、これ鬱陶しいね。これはウッドでしっかりとノックバックさせてあげて、ダメージ与えつつ。マジ、ババが強いんだよ。近距離で出てくるババが強いんで、それに並んで、やっぱローリングバーバリアも強いんじゃねえかなって思いますね。これ相手インドラいくやつかな。エリアドは取れてると思うんですけど、ここ待ちます、あえて。オッケー。あえて待って、こっから防衛から組み立てて、2倍タイム入ってから出さないと、お、待って、広告入った、広告入った、広告入った。ちょ、待って待って、うるさい。俺、あれなんですよ。スマホで撮ってると、スマホってか一発撮りしてると、BGM YouTube で直流ししてるんですよ、別端末で。今、広告入ったら何や、イノベーションって。じわった。さあ、防衛してあげて、E5 ですね。これはもう、受けます。ライフで受ける。最近なんかさ、遊戯王のさ、広告ない？満場メガ、勇気10代がみたいなやつ。あれ、なんかね、懐かしい気分になる。俺の世代じゃないかな、満場メとかさ、あそこら辺は。お邪魔ブラックとかお邪魔イヤローとか俺好きだったな。これはロケッティアで処理してあげて。よいしょ。さあ、ここでウッドを使うことによって、突破したい。オッケー、このスケルトンがマジ強いんですわ。そう、ターゲットは小さい系に向くと。そして、残り1400ちょいか。これはですね、マジックアーチャー来たらめんどくさいけど、まあこうだね、ゴレ出してあげて、逆サイ来るよね、知ってるよね。さすがに相手も知ってるな。ここさえ止めてあげて、よいしょ。オッケー、オッケー、勝ったな、これは。あとは、このネクロとかで処理です。やっぱね、俺思ったネクロ強いんだ、今の環境。まあ、てか、ゴールの後ろにつけるのが単純に鬱陶しいってのもあるし、こう、ダックプリで処理しようとしても、ウッドでスケルトンにターゲット打つ試合はマジで使えるんですよね。で、あとね、やっぱりこう、細かい系に対してぶっ刺さるんで、細かい系を引きたい。とはいえ、ネクロ弱い。どっちやねんってなると思うんですけど、いや、なんかね、迫撃に出しても仕事しないし、
言うてガゴ群れで囲まれたらしんどいし、やっぱナイトとかに弱いしみたいなね。やっぱこうネクロが強くなるにはやっぱ死亡時にスケルトンバレルぐらいのスケルトン7体ぐらいを死亡時に落下させて落としてくれれば強いかなっていう。あのダクネクでもそうしたら強いか。ダクネクって死亡時にコウモリ出るのが強いじゃないですか。あれの性能やっぱネクロにも欲しいかなっていうところはある。さあよろしくと。この初手はマチですね。まあ、ポンポ借りたらロケットで、迫撃来たらまずプリンスで逆砕おびき寄せて、これね、ここのコウモリがマジ強いんすわ。オッケー、コウモリなかった。マジでね、ここのコウモリがマジで強いの。さあ、これは美味しく処理。一発入るかな。オッケー、ダックプリも入った。しかもこっちのダメ、美味しい。迫撃ホグですね。ってなるとガゴ群れがいると思うんで、これ無視ですね。これ無視してあげて、これ、イテイが無視してあげて、で、ここでゴレ出して、今のアドバンテージ取ったんでね。で、ギャング来たらウッド、ガゴ群れ来たらトルネード、迫撃来たら無視ですね。多分、防衛から組み立ててくるんじゃないかなと思うんで、ですよね。ここですね、ここでネクロ後ろにつけても、やっぱりこう、あらなんですよね。防衛迫撃でダメージ受けちゃうんで、とりあえずここで、ウッド使ってあげて、ダクプリ出して、ここにターゲット移してから、移してからのネクロ、ここでガゴムラ読んでいく。オッケー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 。そしてメガゴ追加して攻めていきます。で、これトルネですね、攻めトルネ。いや、これトルネ使わなくていいな。処理して、オッケー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 。そしてネクロがちょっとダメージ当たろう。オッケー、美味しい。これウッドが欲しいんだが、まあ手札腐ってるんでしゃあなしですね。オッケーオッケー、今の感じですね。しっかりダックプリでターゲット取ってからガゴ群れを誘って、まあ、攻めていくって感じですかね。ただこの手札ね、しんどい。これしんどいですね。とりあえずゴレウ出して受けてあげて、ホグ来たらトルネードですね。逆サイに来るのが一番欲しいですね、これ。よいしょ。とりあえずは、こんな感じで放置しといてあげて。で、ここで、あ、なるほど。おびきを出せないか。まあでも、言うて処理できましたね。いや、相手のザップめっちゃいい。予期ザップは決まったが、これで2体目ゴーレム。ギャングがここら辺に来るでしょ？来なかった。あー、なるほど。なるほど、これ無視してあげて、はいはいはい、とりあえず攻めるよね。ロケットないよね、これないタイプのやつだよね。 OK、 ガゴ群れ処理してあげて、こっからですね。とりあえずゴール出してホグ来たらトルネとかで処理してあげて、オッケー。で、防衛迫撃から来るかな。残り1360なんとかなんで、こんな感じで。なるほど、それ厄介ですね。ふっ、こっち来い。オッケーオッケーオッケー。危ない危ない危ない。ナイスゲーム。ふっ、危なかったですね、相手の駆け引きが。ネクロ強いんすよね。ガゴムリに対して刺さるし。ただ、ウィザードの方がちょっとね、強いかも否めねえ。こっち開けとくか。さあ、というわけで、ラストいこうかな。まあ、そろそろ負けが欲しいところでもあるかなっていう、あれですね。てか、サブアカの動画ね、思ったよりね、評判良くてよかったっすわ。ただね、マジ沼るあれ。やばいね、課金したくなるもん。そう、課金したくなるけど、俺はでも頑張ります。無課金で。なんか絶妙じゃない無課金で、こう、ちょっと、無課金で YouTube 見てるんだけど、人のね。で、ちょっと、やっぱ YouTube 見ると知識蓄えられるんで上手くなるんですよ。それでちょっと上手くなった人が、やっぱレベル差に悩んでるっていう人たちに対して、俺のそのサブアカの動画はいいのかなっていう気も、しなくも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 ないですね。さあ、スケルトンでターゲット取って、これは、まあ、しゃーなしですね。さよならネクロと。別れを告げて。で、ここにメガゴ出してあげて、ダメージいけたくないが、
今入るよね。ダクプリファルチェってなんだこれデッキ。でまあポンポ置かれたんで、とりあえずゴレ出します。バルーンだったら逆サイドに来ると思うんで、一発入れてから飛び出て進みます。ファルチだったらガン待ちしてから攻めます。これは予想外に来ましたね。よいしょ。ただこれあれか、ダメか。ちょ、ミスった、ごめん。これミスったわ。とはいえ、OK、守れた。ありがとう、そりゃ言うわな。今のはね、処理見すぎましたね。トルネでキングキッド吸わずに、縦付けとあれで防衛するべきだったな。で、これは無視できないんで。マジか、ターゲットそっち行っちゃう。いやでも言うて守ってるけど、まあ、リボン GG ですね、これは。今のは防衛ミスです。GG! 相手多分あれだよね。呪文ないよね、中型の。ってことは、ネクロとか出して防衛してロケットでチュドンかな。多分攻め取りに使われるんで、これ。攻め取るね、使われるんで。はい、GG。今のは良くないね。今のロケットはよろしくね。メガゴ来たらしんどい。ちょっとね、守れねえんだ、守れねえんだよ、これ。いやー、しんどい、ひどいプレイが。あー、もう、これはゴミですね。ゴミ詰めしです。ワンチャンのあれにかけるけど、しんどいよね、言うて。いや、これ1個落とす返せそうだけど。よいしょ。ボガーン。一発、はい、入る。はい。はい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 。しんどいね、しんどいね。圧倒的しんどさがあるよ。とはいえ、ふっ、逆に向こう行け、お前らが。いやいや、え、GG。これはですね、ただの俺のミスです。ただ、まあ、2戦目とかにあったようにね、こまごま系には、こまごまとしたものには、まあ、ネクロがね、刺さるんじゃないかなといった感じで、このデッキ、ぜひ使ってみてください。まあ、今のはですね、プリンス、ジャイプリンスのところで、プリンスと縦付けの対面あったじゃないですか。そこで俺、縦付けで守れるかなと思ったんですけど、そんな甘くなかったですね、世界は。うん。あそこはしっかりとトルネで、ジャイ吸う前にダクプリタですけど守ってあげて、そこからゴーレム展開して、左にメガゴ出して、攻めトルネとかロケットでファリチ処理してって感じですね。皆さんはくれぐれも真似しないようにしてください。やっぱね、トルネでね、前の大型吸うのって弱いと思うんですよね。最近それに気づきました。では、今後ね、サバカも出していきます。新カードもね、タイミング見て動画撮って出していくんですが、基本ね、ため取りになると思います。では、おつめし